阿蘇の農業と食、そして自然を体感してもらおうと始まった阿蘇マルシェ。ゴールデンウィーク最終日の5月6日、阿蘇市農村公園アピカにたくさんの方が訪れました。前回、阿蘇料理維新の会が総力を挙げて作った朝ごはんは、おかげさまで大好評、即売り切れとなりました。今回は限定数を増やし、ビュッフェスタイルでの朝ごはんです。山菜がテーマとなった今回は、出店している各店舗から多くの食材の提供を受け、わらびの白和え、うどの天ぷら、豆腐と山菜のふわふわ揚げなどのほか、かぼちゃと鶏のヨーグルトに、桜肉のクリームに、雑穀米など盛りだくさんのメニューとなりました。午前7時からという早朝にもかかわらず、会場では朝ごはん目当てに行列ができていました。朝ごはんどうですか？美味しい。何が美味しいですか？ご飯。ご飯が美味しい。ご飯見せてください。朝ごはんはどうですか？とっても美味しいです。どれも欲張って。私この中ではこのなんかコロッケと、あとかぼちゃと、でもこれも美味しいですね。卵焼きのトマトソースも。ああ、よかったです。はい、でまたお野菜とかですね、こちらで買えますので、はい、使ってるお野菜ですね、はい、ぜひ買ってやられてください。ありがとうございます。この朝ごはんに使った食材は、出店しているそれぞれの店舗で購入することができます。軽トラ市場は、新鮮な取り立ての野菜を購入する方々で賑わっていました。ひばりカフェのひばりドッグや、波の高原安らぎ交流館のキャベツメンチカツも好評につき完売となり、その他コーヒーやお米、阿蘇の特産品、雑貨などが販売されました。熱気球搭乗体験は風の影響で中止となりましたが、熱気球の構造の説明に来場者が集まり、バナー点火体験で搭乗の疑似体験をすることができました。阿蘇マルシェは毎月第1日曜日午前7時から開催します。次回は6月3日日曜日。季節の朝ごはんは健康美食がテーマです。美味しく美しく体に優しい朝ごはんをカルデラの真ん中で食べてみませんか？